まあ、でもあれ、皇族は行く、皇族は行くっていう声が聞こえてるんですけども、後ろの、方からの音声なので、まあ、その声をどう信じたらいいのか、その、ただ横通り過ぎたりする方法だとするのであれば、呪いが来て、その人とかに。で、皇族は行く、皇族は行くって言ってる音声を聞かされてるのか、僕もわからない。で、皇族という範囲まで広げられると、これは無理。もう、佳子さま一人でも、だから、ちょっと前で言うと、去年で言うと、愛子さま。岡場駅の、イオンモールの、広場のところ、警察官がつけてる防弾チョッキを着て歩いてたみたいで、最初、まあ、透明で離れていて、まあ、顔は、まあ、はっきり見えないっていうのはあるんですけどね、まあ、20メートル以上離れて、まあ、20メートルぐらい離れていったのかな。それで、まあ、隣に、髪の毛染めてる、老人女性がいて、ほら、わからんやろとか言ってるんですよ。そりゃそうですよ。そもそもその距離、顔わからないし、で、防弾チョッキ着てって、で、家帰ってから、あれ、もしかしたら愛子様かなと。まあ、こういうふうな、あれだったので、まあ、YouTube でアップロードした内容は、その、太って見えたものですから、それは昔も天皇陛下、こう、なる人様、太ってらっしゃるように見えた時があったので、まあ、スポーツとかされて、まあ、ダイエットされた方がいいですよっていうようなことは、それは高島彩ルート宛てで、いつものルートで送ってた SD カードで、まあ、国会議員の人と、通してもしくは国内庁を通して、伝わっていったと思うんですけども、まあ今考えたらもしかしたら防弾チョッキを中に着込んでいたのかなとも思いますね。だからいや今、まあもともとその電波のその皇族が行く、皇族が行くっていう声に関しても僕もどう受け答えで、受け止めたらいいかわからない。ただ、やっぱりさっき、その上夏美云々の件を言ったんですけども、ただ、それはそれとして、結婚希望相手は佳子さま。ああ、皮膚持っていかれるな。やっぱり結婚希望相手を一人に絞らなきゃならない状態になってる。だからこれ、なんかこう、強制力が強すぎると思うんですよね。で、このルールに多分、その、裕仁様の家系の方の女性、皇族、皇室の方たちで、その、結婚で、まだされてない女性の皇室の人たちが二人いらっしゃるんじゃないですか。まあ、ルールはそのね、どう考えてもちょっと、極端すぎますね。そのルールにずっと当てはめ込まれて、で、これで相手が、結婚する気なんかなかったりとか、状況変わっていたりとかだったら、これどうするのとか、だから、アナウンサーの小林麻也が結婚できたのも2017年に僕はその高島彩ルート宛てで送った SD カードで、もう親の介護で離れられそうにないから、もうみんな結婚し、できる相手がいるんだったらもうしゃいいよっていうことを言ってたんですよ。こっちはもうこういう状態だからっていうことで。だからそれはそれで後で考えたら、まあ、ちょっと正直ね、いや、おめでとうはあるんですけども、ちょっと腹立った部分ありますよ。すぐ、小林が結婚してたでしょ。え?ってこう。それはそれで何か一言あるでしょみたいな。で、一応けどその後、その SD カード送った後、ここの住宅の掃除の時、小林麻也が来てたみたいなんですよ。その時僕気づいてないですから、小林ですけど、で、髪の毛だいぶ短く切っていて、で、普段と違う顔で、で、普通に小林ですけどって言われても、小林っていう人いっぱいいるから、で、他の掃除してる、その辺の、主婦連中なんか、人事だからどうでもいいから、もう言い方が、もう全然丁寧じゃないから、その人やで、とか言うんですよ。だからその人やでって分かってない人間に、その人やでって言ったところで、分かるわけがないじゃないですか。その人が、小林麻也アナウンサーやでって言うんだったら分かるんですよ。みんな言葉全然足りてないんですよ。本当に。正直言って、僕も、後から考えたらさっきの説明だったら分かるわけがないなとか思ったりすることあるんですよ。これは、
まあ、長い話になると国会議員の人もそうなりますし、一般人の、ほとんどの人は実はそういう話し方をしている。今までの前後の話を、今まで会話を重ねてきていたから、短い言葉とかでも理解できるようになって、その人が理解できてるだけであって、相手が理解できてるかどうかを聞いたりとかね、そういう丁寧な作業っていうのが全くない。だから、例えばスーパーマーケットとかに買い物行った時に、動き方がね、レジで、こう、キビキビしていて、しっかりとした素早い動きができてる人と、なんかもう、なさちょ、どんなスピードで動くねんっていうような人、本当にいるから、いや、レジが自動化になった時、まあ、自分でこう、バーコードを通したりするから、最初はみんな慣れないんですよ。けど、慣れてきたら、いや、もう、自分の方が早いわっていうように、思うから、店員よりもって。なんで仕事してる人が あんなに遅いのって。いや、だからどこの職場でもたまに見かけるでしょ。ものすごく仕事のペースが遅い人。まあ、初めての研修生の人とかはしょうがないと思いますよ。いろんなこと。まあ、真面目すぎてもいろんなことを考え込みすぎて、遅くなってしまう人とかいますから、こう、カゴからカゴに移すとき、あれもなんか言われるんでしょ？こういうものから下に置いていってとか、で、先にこう、カゴの中に入っているいろんなものを見ると、どれから順番にどう置いていこうが頭の中で定まってないと。まあ、もう本当はあんなもん大体適当でいいんですよ。で、二つ目のカゴを出したらいいだけだから、本当は。本当。あとはお客さんが買い物のカゴ、自分の買い物バッグにどう入れていくかだけだから、二つ目のカゴを出した方が早い、本当に。本当は昔はどうしてたかって言ったら、1台のレジを、2人の店員で扱っていて、それでカゴの中にどういうふうに収めておくかを決めてただけ。カゴ、レジでバーコード通した後、カゴ2つ置けるでしょ、本当は。あれはもともとそういうふうにできてるんですよ。2人で1つのレジを扱ってたんですよ、昔は。人がたくさん来た時ね。あんま、そのレジを購入する価格とかが必要だから。投資。あれも結構バカにならない。ちょっと話がだいぶ変わってあれなんですけども、まあまあまあ、そういうことです。結婚決まり手は佳子さまには固定したままで、なんかこう、いや、もし宇賀なつみがその結婚してくれるんだとするのであれば、すぐそちらの方に舵を切った方がいいんでしょうけども、こう言わざるを得ない結婚希望相手は佳子様だって。もうこれ一般人の人も、その一部始終今日アップロードしてる内容を聞いてもらったら、もうそれ絶対分かってくれると思うんですよ。呪いが来たりとかね、頭の中で考えただけで。でもそんな状態で働きに行っても、本当は危険だし、やっぱりスポーツのことが頭の中よぎっただけでね。昨年、11月、12月と、まあ、西宮市の阪神流通センター、西宮北インターチェンジの近くにある阪神流通センター、その浜川じゃないですよ。この山の中なんですよ。もう歩いて行けるところなんですけども、そこの中貨物さんっていうところで、まあ、スタッドレスタイヤ、の、積み下ろし、まあ、ノーマルタイヤも含めてなんですけども、そういう仕事をしていた時にも、ちょっとスポーツのこととか頭の中よぎってしまう。どうしても、今ある時にちょっと考えたりするでしょ。その瞬間、やっぱり頭の中持っていかれたりとかしてますから。その後も、例えば、コンピューターに小林麻耶の声で、こう、あれこれ言われたりだとか。命綱なしで、一応、そのパレットですけども、3階とか4階とかまで登ったりしますから、まあ、本当はそのパレット当時、あれ、結合してないんですよ。で、まあ、結構揺れたりとかします、します。で、足の踏み場自体が、タイヤを、一つのパレットに、4本、4箇所にね、こう、下、おい、11、まあ、1、2、3、4というような形で置いていたら、足の踏み場も本当はほとんどないんですよ。つま先だけで、そのタイヤとタイヤの空いてるところに、つま先だけで立つような形で、両サイドのパレットに右足、左足を置いておくだけで、こうタイヤ、ホイール付きのタイヤを、こう、一つ下のフロアで受ける人にこう渡していくみたいな、下ろすとき。
だから命綱なしとかでしてるから、やっぱりそういうのは、頭なんか取られたりとか、こう電波で言われたりしてる状況っていうのは大変危険ですね。だからこの国の、その電波によるこの変なシステムっていうのを根本的にやめて、それだけの、コンピューターに投資してるお金があったら、電話の相談窓口で本人に、ちゃんとどうなっていたかとか、いろいろ聞かせてあげたりとか、相談で、まだ会社とつてあるどうとか、で、この人本当のところどうなのとか、その辺のところ、もう本当の話だけにした方がいい。もうこんな社会手に負えない、本当に滅びますよ。以上です。結婚機を相手、佳子さんのことでせんかったらあかんかなと思って、こういうふうにしました。で、これ、だから去年の29歳の誕生日の時に、その佳子さまが僕のことを、その結婚対象相手としての範囲内に収めていいのかどうかっていうところ、その答え、イエスノーが分かればいいんですけども、いまだに僕分からないから、で、多分その外歩いてっていう声に関しても、これパソコンを閉じてからになるでしょう。今撮影してるから、動画、さっき撮影した内容アップロード中なんですね。今94%で、この後、他の処理あと2つぐらいを通過して、で、アップロードが完了するんですけども、今度、この今撮影してる内容をこっちのパソコンのデスクトップに移して、またそれをしていたら、パソコン閉じるのが何時ぐらいになるかもわかるでしょう。もう撮影始めて、今もう10何分か経過してるんですけども、まだ96%とか97%とか、こういうものなんですよ。で、まだもうちょっと通過しなきゃなんない、アップロードしても大丈夫かどうかみたいなところも。そのパソコン閉じなきゃならないんだったら、法律面をこういうふうにね、いろいろこう何枚かの領収にある程度こうピックアップして、これが中貨物さんのところ仕事行った時の休憩時間にしていたことで、六法全書持って行ってたんですよ。で、ちょっと字汚いですけども、何々法のとかそういうふうなところのね、第何条がどうとかこうとか、いろんな、こういうふうにこうピックアップしていて、こういうのを、デスクトップのワードの方に移していこうかな、思ってたんですけども、それ今度もしこっちに誰かが来ていたとして、パソコン閉じるまでね、向こうが聞こえているのが歩いてかもしれないし、こちらも聞こえているのが歩いてかもしれない、その声が聞こえてくるまで、パソコン閉じなかったら聞こえてこないということであれば、これ自分たちでお互いの首を絞め合ってるみたいな形になるんですよ。で、あと一応その上積みのことを云々を言い始めたら、急に、だから結婚希望相手を一人に決めてないせいなのか、だいぶ天気がね、あの辺がちょっとまだ光があるか分かると思うんですけど、もう完全にこの辺、だいぶ雲がかかってるんですね。で、ちょっとこう、暗いような状態になるでしょう。一応、基本的に昼間、強引にって言ったら変ですけども、晴れだったから、こういうふうに反動で、曇りになってる部分はあるんですけども、難しすぎますね、本当に。いや、これ、手書きで家でこう、裁判の用紙とか書いとけっていうことになってくるっていう話になるんですよ。それけど、書き始めたで、それ、どうなんですかね。それで歩いてとかいう声聞こえてくるんですかね。どう思います？皆さん。それ設定分かります？だからお互い今日どういうふうに行動していたかとかを聞いて、お互いに情報を出し合わなかった、これ分からないと思うんですよ。してることがとにかく効率が悪い。本当に。で、精神的に負担が大きすぎる。で、佳子様も相当この辺何回も歩いてるから、それも何年にもわたって。10年ぐらい、もう高校生の頃にも来たでしょう、僕のうち。だから、兄の第一弾配置に。で、十何年間のうちに何回来てました。
それはそれでしんどいでしょう。なんか僕が東京に何回も行っていろんな事務所とかテレビ局を訪ね歩いて追い返された回数となんかもうみんな一致してきていません。本当みんなで交通費の無駄遣い。ただただしんどい。以上です。ちょっともうこういう終わり方で申し訳ないですけど、別に雨降らせようとしてるわけじゃないんですけどね。もう心情を吐露するしかないという、こういうわけです。以上です。今、ハードディスクドライブなんですかね、HD って、までの動画を処理して、今、てんてんてんってなってるのは、まあ、この辺のところを、クリックしなきゃならないんですけども、その後の文章。もうこういうわけです。もうバッテリー残量が残り11%なので、もうこの辺にしておきます。